が沸騰してきましたので、ラーメンを投入したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。今日は、トランギアのストームクッカーを購入しましたので、開封していきたいと思います。ストームクッカー L、ブラックバージョン TR355UL という型番です。で、こういう箱に入ってまして、中身が、はい、このような形です。で、こういうバンドで留められていますので、まずこれを外してあげたいと思います。よいしょ。で、蓋を取るとこういう紙で守られていますので、あとこちらが、アルコールバーナー、こちらがアルミ製の、ハンドルです。で、この中には、こちら、フライパン、フライパンと、はい、で、この鍋ですね。はい、こちらですね。はい、これもちょっと分解できるんですけども、以上のセットに、なっております。で、スノーピークの、クッカーなんか持ってるんですけども、ちょっとこの鍋が、クッカーだとちっちゃかったので、で、こちらをちょっと購入してみました。でね、これでしたらこうラーメンとかも、割ったりせずに、調理することができるのかなと思います。で、このハンドルでこうですね、することができます。で、結構キャンプ道具、私も、最初、買うときはよく分からずにいろいろ買っていったんですけども、結局なんかこのストームクッカーのセットがあれば、大概のことは、叶えるような気がします。はい、それでは、実際ですね、ラーメンの方を今から作っていきたいと思います。今日作るラーメンは、札幌一番、味噌ラーメンで、こいつをこう向こう向けに、置いていただきまして、で、アルコールランプ、アルコールバーナーを、これをこうしてかな、はい、で、これを開けてここにはめ込みます。で、鍋は一応、ラーメンですと、この3つある中のこの一番小さいこの鍋で、いけそうです。はい、で、燃料を投入します。はい、適当にこう入れて、で、燃料は一応私はこの県営の、燃料用アルコールというものを、使用しています。で、
こいつをですね、ここに溝が切ってありますん でこう回していただくと、こう一応抜けない状況になりますので、はい、一応このようにセットします。で、この上に鍋が乗るような、そういうような感じになります。で、アルコールバーナーへの、点火は、この、新富士の、バーナーを使って、やると火がつきますんで、よいしょ、はい、でこれで火がつきましたので、鍋を置きます。で、お湯が、まあ、沸くまで、まあ、しばらく待ちたいと思います。こんな感じですね。よいしょ。いや、本当に私も今までこうフライパンとかクッカーとかいろんな種類のものを買いましたが、まあ、最初はこの、トランギアのストームクッカーのセットがあれば、まあ、バーナーもついてますし、まあ、このハンドルなんかもついてますし、でフライパン、鍋は2種類あって、アルコールバーナーもついてるんで、まあ、これがあれば、まあ、必要、まあ、最低限のことは全てできるんじゃないかなと思います。まあ、最初に本当にこれを、購入しておけばよかったなと、今更ながら思います。でこれをまあ車に積んで、あと、まあ、簡単な食材を、まあ、コンビニでもいいですし、スーパーでもいいですし、で仕入れて、やれば、まあ、外出先でもどこでも、まあ、簡単な料理であれば、作れるような気がします。うん、真ん中の方にもう気泡ができてきましたんで、沸くのも、時間の問題なのかなと思います。沸騰してきましたので、ラーメンを投入したいと思います。調理の時にこうやってこう箸で揺すったりしても、こう土台がしっかりしてますんで、こう全然ふらつくことなくて安定してます。うん、本当にこれがあればほとんどのことができちゃいそうな気がします。はい、いい感じにできてきました。じゃあと、鍋を下ろして、まだ火が出てるんで、これをかぶせて消してあげます。でこれで消えますんで、はい、
で、できたのでしました。それではいただきます。でした。このような感じで、ね、簡単に、ラーメンを作って、食べることができます。で、まあ、出先ではなかなか洗い物とかできないと思うんですけども、まあ、それはテフロン加工されてますので、とりあえずこう水気を取ってあげれば綺麗になりますんで、まあ、洗うのは家に帰ってからでっていうこともありなのかなと思いますんで、まだこのアルコールが残ってますんで、で、まあ、こちら側の蓋でこう密封して、まあ、止めておくことができますんで、また次に使うことも、できます。で、これをかぶせておくと、で次、使う時には、まあ、入ってるっていうことを、忘れないように気をつけてください。で、こちらをこう回してこう、溝と突起を合わせれば取れますので、でこちらについた水分も、軽く取ってあげると、こうかな。で、はい、で、横にこの、紐通す穴が開いてますんで、はい、こうしてあげて、はい、でこれを。こう止めといてあげれば、まあ、収納する際にもこう暴れずに固定していくことが、できます。はい、とてもストームクッカーは便利で、役に立つ製品だなと思いました。ご参考になりましたでしょうか。ありがとうございました。